上場後100倍に高騰した低セット第3ジェム銘柄エバードームの最新映像が公開されました。想像以上のハイクオリティです。大企業も次々参入している中、ここまで安価で購入できるのは今だけです。どうもこんにちは、クリプト機動隊のケンスケです。本日の動画では低セット第3ジェム銘柄エバードームの最新情報をお伝えします。エバードームといえば、テンセット社が実施した TGLP テンセットジェムローンチパッド第3銘柄として、上場後たった4日で100倍というとんでもない高騰を見せたことでも有名です。しかし現在エバードームは正直なところ価格を大きく落としているため、エバードームを手放してしまう人やプロジェクトの進捗を追っていない人も増えています。これに関してははっきり言いますが、かなりもったいないです。間もなくエバードームは過去最大の買い時が来る可能性があります。本日はその根拠を最新のエバードームの映像やチャートを見ながら、僕なりの考察を交えて解説します。リアルなプロジェクト内容を知れば知るほど、当てずっぽうな草コインなどに数を打つより、今一度エバードームにしっかり向き合って投資をする方が、将来あなたの資産は数百倍に化けるかもしれません。ぜひ今日の動画も最後までご覧いただき、エバードームのプロジェクトがどれほどまでに進んでいるのか、そしてドームの買い時は一体いつなのかチェックしていただきたいと思います。ここでクリプト機動隊からお知らせです。我々は現在の仮想通貨市場をリサーチ、可能性のあるコインの精査をチームで進めています。現在の仮想通貨市場は信頼度に欠ける情報が横行していますが、中には本当に100倍以上の価格上昇を狙える情報も多数存在しています。この本物の情報さえ入手すれば、仮想通貨投資で億の資産を築くことは簡単です。ただこうした貴重な情報は通常のリサーチ方法では簡単に入手できません。そこで我々クリプト機動隊は、投資で各々が1億円以上の資産を構築したメンバー同士で意見交換もし、徹底的に精査した情報のみを LINE 登録者限定で公開しています。本気で100倍銘柄を狙っていきたい方は、この動画の概要欄からクリプト機動隊の公式 LINE とチャンネル登録をよろしくお願いします。正しい知識を持って一緒に資産を築きましょう。それでは動画の続きへどうぞ。それでは本題に入っていきましょう。いきなりですが、まずはこの動画をじっくりご覧いただきたいです。めちゃくちゃリアルでかっこよくないですか？ちょっと例えるのは難しいですが、アメリカのグランドキャニオンとドバイの最新建造物がドッキングしたような、現実にありそうだけど実際は存在しない、そんな近未来的な世界観ですよね。他にも宇宙船とか月面の映像などいろいろとありますが、今年たくさん登場したあらゆるメタバースの中でもダントツにクオリティが高いと思います。今回この映像をまずご覧いただいたのは、最初にエバードームのリアルな現状を体で感じていただきたかったからです。ぶっちゃけこれを見ていただくだけでも十分なくらいなんですが、さすがにそれでは不親切ですので、ここからはこの映像も引き続き見ながら、マーケティングの観点でエバードームがどれだけ期待値が高いのか解説した後に、今後エバードームの価格がどう動いていくのか、買い時はいつなのか解説していきたいと思います。まずエバードームはとにかくマーケティングがうまいです。この後説明しますが、同時期に誕生したメタバース銘柄やゲーム銘柄と比べても桁違いです。ここで言うマーケティングというのは、エバードームを今後どのように売り出していくか、どうやって宣伝すれば価格がより上がるのかという販売ルートのことですね。このマーケティングに関してエバードームが強いと僕が感じる根拠いくつかあるのですが、大きく2つに分けて解説していきたいと思います。1、仮想通貨の枠を超えたマーケティング。2、中東に仕掛けるマーケティング。この2つです。まず1つ目、マーケティングが仮想通貨の枠を超えているということです。メタバースがかなり世間に浸透してきた今ではそこまで珍しくないかもしれませんが、エバードームは早い段階から仮想通貨とは関係ない企業とのコラボレーションを仕掛けようと努力してきました。そうすることで、まだ仮想通貨に触れたことのない多くの人にエバードームを知ってもらうことができるからですね。実際に世界全体ではまだ50億人以上が仮想通貨に触れたことがないとも言われています。ここに向けたマーケティングが成功すれば、巨大な市場開拓につながることは言うまでもありません。事実、僕の友人や親戚など仮想通貨に全く興味のない人でも、エバードームは名前くらいは聞いたことがあるとか、ツイッターで見たことがあるという人が何人かいました。そんな一般層へ向けたマーケティングの中でも特に成功したのがアルファロメオとの提携です。アルファロメオは言わずもがな、1910年に設立されたイタリアが誇る最高級自動車メーカーですね。このアルファロメオがエバードーム内の土地を大量に購入することで、両社はパートナーシップを結ぶことに成功しました。具体的に言うと、エバードームの中には金融地区、テクノロジー&イノベーション地区、スポーツ&エンタメ地区、ウェルビーイング地区、デザイン地区、ビジネス地区という6つの大きな地区が設置されているのですが、この中のスポーツ&エンタメ地区をアルファロメオが大量に購入したということです。パートナーシップを結んだことで、アルファロメオはレースに参加する際、エバードームのロゴを貼った車でレースを行っています。最低でも100億円以上、トップチームは600億円以上の年間予算を費やすと言われる F1 市場で、エバードームが一般層に宣伝されることは今後のメタバース市場に相当良い影響を与えると思います。これから先はメタバース空間でレースが開催されるとか、アルファロメオのイベントが開催されるなんてことも始まってくるかもしれません。そして2つ目、中東に仕掛けるマーケティングについてです。ご存知の方も多いと思いますが、中東は今
世界で最も経済成長が加速している地域の一つです。ドバイ島をイメージしてもらうと分かりやすいと思いますが、石油や観光を軸にありえないほどの発展をしていますよね。そして仮想通貨に対する認知度や保有率もとても高いんです。日本やアメリカ、ヨーロッパの仮想通貨保有率が 6% から 10% 前後と言われる中で、ドバイ以外にも例えばサウジアラビアなんかは成人人口の保有率が 14% とかなり高いですし、バーレーンなんかもカナダやフランスといった大きな国と並んでバイナンスが正式にライセンスを取得したりしています。このように仮想通貨市場が今後うなぎ登りに上がっていくであろう中東に積極的にマーケティングを仕掛けているのがエバードームなんです。このようにドバイで行われたメタバースイベントへの出展や中東の未来博物館への出展もしています。未来博物館は世界で最も美しい建物とも言われる新しい技術を紹介する未来型の博物館でして、足を一歩踏み入れるとまるで SF の世界に入り込んだような錯覚さえしてしまう最新の世界的博物館です。そんなところに一つの仮想通貨プロジェクトが紹介されるというのはかなりすごいことだと僕は思います。というわけでここまでエバードーム最新映像やマーケティングの観点からの期待値について解説してきましたが、最後に最新のチャートを見ながら今後のドームの値動きがどうなるのか見ていきましょう。もしここまででわからないことがある方はご遠慮なく公式 LINE からメッセージをいただきたいです。もし今日初めて僕の動画を見たという方はぜひ公式 LINE にご登録いただき、今後どんなことでも良いので聞いてきてください。僕が直接お答えさせていただきます。では最新のチャートを見てみましょう。こちらです。まず本日の価格は 0.0024 ドル。パッと見は落ち込んでいますね。場合によってはプレセール価格を割ってしまう可能性も考えられます。ただ僕が今このチャートを見た時最初に考えたことはむしろ買い時が来ているということなんです。その根拠をお話したいのですが、現在ドームは TGLP でトークンを購入した多くの人たちのロック分が 20% 残っています。その人たちのロック分が解除されて力を貯めている売り圧がある程度解消された後が本当の勝負だと思うんですね。もっと言えばこの残り 20% のロックが解消されないことには本来のドームの値動きが見えないですよね。全体の資産の 20% が動かすことができない中でああだこら言ってもしょうがないということです。このロックが完全に解消されるのは来年の2月になります。人によってプレセールでの購入タイミングが異なるので日付に差がありますが、2月の8から10日頃の方がほとんどかと思います。そこでこの 20% の売り圧が解消されエバードームの価格がフラットになった時、そこからがいよいよ本当の勝負です。ほぼプレセール価格まで下がってきている今、早速買いを入れるのも良いと思いますし、2月のロック解除後に溜まっていた売り圧によってさらに価格を下げた瞬間に買い増しをすることで平均取得単価を下げるのも良いですね。いずれにせよ2月には今よりもっとエバードームのマーケティングも進み、認知度も桁違いに大きくなっていると予想されています。売り圧も解消され認知度も上がり、現段階でもここまで高度なメタバースの開発が進んでいるエバードームに中東の資産家含め世界中からの買いが入ったら一体どこまで価格が上がっていくのか、ここまでご覧いただいたあなたはどう思いますか？というわけで本日はエバードームの現状と今後の買い時に関して僕なりの考察を交えて解説させていただきました。難しい部分があった方や今回初めてエバードームを知ったなんて方も含めて、ぜひ僕の公式 LINE にご登録いただき、どんなことでもご相談いただけたらと思います。改めてエバードームは全然オワコンではありません。今後も僕と一緒にエバードームの情報を追いながら大きな利益を狙っていきましょう。こんな感じでクリプト機動隊の動画は仮想通貨業界のリアルな情報、損しないためにやっておくべきこと、最新情報などをお届けしてますので、仮想通貨で買って送り人になりたいとか、次からのチャンスは絶対に逃したくないとか、そういった方はクリプト機動隊の YouTube のチャンネル登録と公式 LINE のご登録をぜひしていただければと思います。クリプト機動隊が仮想通貨投資で資金を作ってこれた理由として、情報を仕入れる速さ、良い案件に取り組む迅速さ、この2つを本当に大事にしてきたからだと自負しています。きっとクリプト機動隊の動画を見てくださっている方も、仮想通貨投資で送り人になりたいとか、100倍銘柄を一度で良いから掴んでみたいとか、そう思われている方がほとんどかなと思いますが、初心者で何から手をつけていいかわからない、いろいろと投資してきたけど失敗続きで自信がないとか、そういった声もいただいたりします。ただそんな時にクリプト機動隊に聞いてもらえたら、すぐにあなたの悩みを解決できますので、仮想通貨で勝ちたいそう思われている方は必ず1チャンネル登録、2公式 LINE 登録、こちらを必ずしていただければと思います。クリプト機動隊もいろいろな方と情報交換したいので、気軽に LINE にメッセージいただけたらと思います。本日は動画をご視聴いただきありがとうございました。高評価とチャンネル登録もよろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。